度マイナス52度から一点のあれ、さあ蒸発する空気でサーキット場に燃え上がれている。さあ午後の決勝は一体どうなるのか。さあキッズとホースト 50cc スクーターのレースです。決勝決勝前に大雨が降りまして、今止みました。もやがかかっております。路面からもやがかかっておりますね。さあ彼らがトップです。先ほどマシンが遅くてですね、キッズに予選は負けてました。しかし大幅にセッティング変えましたところ、彼らが現在トップです。ベッドのような難しい路面コンディションですね。川が流れているところは若干ありますが、まあハーフウェイトという、予選は路面完全ドライで52度路面温度ありましたので、今がだいたい32度ぐらい。
ターです。